お正月休み最終日となる明日3日月曜日は西高東低の冬型の気圧配置で北日本の上空には強い寒気が流れ込みます。 U ターンでの混雑が予想されますが、荒天による交通機関への影響にも注意が必要です。まずは新幹線への影響です。山形新幹線、秋田新幹線は大雪のため、北海道新幹線、東北新幹線は強風のためダイヤが乱れる可能性があります。また秋田新幹線の雪の影響が間接的に北海道、東北新幹線のダイヤの乱れにつながる可能性もあります。次に在来線への影響です。冬型の気圧配置で北日本を中心に雪と強風による影響が大きくなります。関東甲信、北陸も特に山間部の路線で影響が出る予想です。鉄道を使っての移動を予定されている場合は各路線会社のホームページなどで最新情報を確認するようにしてください。続いて高速道路への影響です。4日にかけて北海道と東北北部や日本海側を中心に吹雪、大雪となります。通行止めの規制がなくても吹雪によるホワイトアウトなど視界不良にご注意ください。冬型の気圧配置で各地雪による影響があります。最新の道路状況は各高速道路会社の情報をご確認ください。最後に飛行機の影響予測です。北海道、東北、北陸で強風や急な積雪によって遅延などの影響が発生する可能性があります。最新の運行情報は各航空会社の情報をご確認ください。気象による交通機関への影響予測をお伝えしました。最新の雪情報はスマートフォンアプリ、お天気アプリ、スマートフォンアプリウェザーニュースの大雪ピンポイントからもご確認いただけます。ぜひご利用ください。